イェルン・ブライ・レベンスは、オランダ出身の元自転車プロロードレース選手。ステージレースの区間優勝を狙うスプリンターとして、活躍。通算74勝を挙げ2004年に引退した。本名は、イェルン・ヨハネス・ヘンドリキス・ブライ・レベンス当格を表したのは、デビュー翌年1 9九五年の95年のツール・ド・フランスで、ダンケルクにゴールする第5ステージで、エリック・チャベル。 マリオ・チポリーニといった超一流のスプリンターを下して一躍脚光を浴びた。この頃、オランダではチュニス、ルークス、ファンポッペルといった名選手は往年の力を失っており、メジャーレースを勝てる人材が復定していたこともあって、期待を一身に受けることとなった。彼自身その期待によく応え、98年のツールとフランスまで4年連続で区間優勝を挙げている。 勝利数自体は、チポリーニやツァベルに及ばないものの、比較的弱小なチームに属し、トレインのようなアシストを受けずに、自力で勝つことから、この頃には、チポリーニやツァベル、バルダートといった一流スプリンターほぼ同格と、見なされるようになった。これを裏付けるように、チポリーニが最も速い選手の一人として、ブライレーベンスの名を挙げている。 特に得意としていたのは 200km を超えるような長距離を走った後のゴールスプリントでツールドフランスの区間優勝は繰り上げ勝利の1997年を含め全て 200km 以上のコースである。1999年にはジロでイタリア1999に出場して区間2勝し3大ツールの全てで区間優勝を達成した上、 第3ステージから第18ステージまで、チポリーニやローランジャラベールといった競合を抑えて、マリア・チクラミーノをき続けるという活躍を見せたが、ツールド・フランスでは主催者から出場を拒否されたため、活躍はならなかった。2000年にはスプリンターを欲した、イタリアのチームポルティに移籍するが、アシストが充実したにもかかわらず、勝利数は伸び悩んだ。加えてツールド・フランスでは、 最終ステージのゴール後に進路を塞いだユーリックを殴りつけ、乾燥したにもかかわらず失格になるという事件も起こしている。2001年以降はウイルス性の感染症に悩まされ、勝ち星を挙げられず2004年に引退した。引退後はプロモーション会社経営のから、フィギュアスケートのアイスダンスショーに出演するなど新たな一面を見せている。 2013年7月24日、フランス上院のドーピング調査委員会は、1998年のツールド・フランスで採取した血液サンプルの調査結果を公表。総合優勝のマルコ・パンターニア・ポイント賞のエリック・ザベルラと共にエリスロ・ポエチンを使用していたことが明らかになった。ありがとうございます。